主語がない。昨日もオーストラリア人が2人、イギリス人が3人いましたね。イギリス人として3人、5にも答えた、6にも答えた、7にも答えた、あとリスニングにもありましたね。Hello there、 始まりました森田チャンネルです。今回はですね、第246回トイックが終わりましたので、ここで分かったことをいろいろと話していきたいかなと思います。2019年のトイック全て終わったわけですね、いよいよ2020年はオリンピックの年ですから、7月のトイックがないんですよ。7月がなくて10月が2回あるというですね、こういった形になってるんですけども、まあいつもね、7月が当身のね合宿で受けれなかったんで、やった2020年は全部受けられるということですね、喜んでおります。10回全て受けます。まあ僕はですね、毎回言うんですけども、不思議なことに仕組まれてるのかわからないですが、年にその9回受けるわけですが、全部違う会場なんですよ。結局2019年も全て違う会場でした。2018年も全部違う会場でした。なぜってやってられるんですか。まあ今回ね、すごく久しぶりに行った会場でしたね。で、2個前のね、会場で言ったんですよ。ビジネスが異様に高い。で、今回もですね、ちっちゃい教室だったのにビジネスが異様に高いというですね、謎の教室にやってられました。なんて、何ですか？私に満点取らせない作戦ですか？そんなのやっても無駄だぞ。はい。じゃあ男性はどうだったのか。男性は残念な。今回あったことっていうのはですね、そう、狭いんですよ。まあ某大学のね、古い校舎なんですけど、で、足を横に出してたんですね。でもそうすると腰が痛くなっちゃうんですよ。試験官も歩くんで、ずっと出してるわけにいかないので、この前にやったんですけど、前の人がですね、アマゾンのですね、巨大な箱を下に置いててですね、クリスマスラッピングがされてましたけど、置いてて足が伸ばせないんですよ。だから足を後ろに置くんですけど、椅子の下にやるんですけど、そうするとですね、今度はね、後ろの人の足と当たるんですよ。なんで足がバンバン当たるっていうですね、そういう受験でした。いろんなね、人には言うんですけど、そう、音声って聞こえないですって言ったらですね、ぜひ席を変えてもらいなさいっていうのは昨日の生配信でも言ったんですけど、今回もですね、いたんですよ。手挙げて言う勇気がありませんって人がいるんですけど、その時はね、身分証明書チェックっていう時があるので、その時に言えばいいんですよ。今回もそうでした。身分証明書をチェックされてる時に、聞こえづらいから前にしてくださいっていう女性がいたんですよ。で、その人が移動したんですね。で、これが面白かったのか、ちょっと試験監督の偉い版みたいな人がいきなり入ってきて、すいませんって言って、なんだろうみたいな。みんなざわざわ、何があったんだろうとか、ね、席を移動した方がいたのに、音声チェックをしませんでしたので、もう一度音声チェックをいたします。誠に申し訳ありませんでした。なんじゃそれみたいなね。そんなんで謝るんだなって、ね。そんなルールがあったんだって、ね。まあ、そもそもね、席を変えてくださいって、今言ってくださいって言った時に言わないで、このチェックされてる時に言ったその女性の方が悪いと思うんですけど、それでもなんかルールらしいです。必ず誰か席を移動したら音声チェックをもう一度しなきゃいけないっていう、そういうルールになってるらしくて、もう一度音声チェックが行われました。あとね、すごいなって思ったのは、試験始まる前ね、単語帳とかみんな引いてるじゃないですか。対策本とかね、見てる人がいるんですけど、まあ大体金のフレーズが多いわけですよ、特級シリーズので。今回はびっくりしたのが鉄壁見てる人がいましたからね。まあ自分自身もこのチャンネルでね、鉄壁のについては話しましたけど、いや、トイックに鉄壁かと思って、なかなかの強者というか、すごい人もいるもんだなと思いましたね。あんまりトイックにはおすすめしないですけど、まあちょっと面白かったですね。初めて見ました、鉄壁見てる人ね。ワート2がいつも通り非常に遠回しな表現が多くて困ると。今回もまあ無茶だろうみたいなですね、本当にあるんですよ、時々。いつですかっていうのに対して場所で答えたりですね、どこですかっていうのに対して時間で答えたりとかっていうのがまた出てきて、おいおいおいみたいなね、うん。何時ですかに対して曜日で答えたりとかね、もう本当に、そんなのやめてくれみたいな。で、今回で初めて出たのがね、いつも言ってたんですよ。トイックで計算は出ない。トイックで計算は出ない。出たとしてもプラスマイナス1であるって言ってたんですよ。次の日、昨日、次の月。一月前とか1年後とか1しか出なかったんですよ。でも昨日の問題には2が出てましたね。2日前っていうのが出てきて、2日前のものを選ばなきゃいけないっていうのが出てましたね。まあ数字を選ぶものではなかったので、まあ計算ではないといえば計算ではないんですけど、でもまあ2一応引くことにはなったので、あ、こんな問題も出んだなと思いましたね。
音声の人の対策ですね。昨日の生配信でも対策どうしていいかわからんで、いろんな音声の人が出てきてしまうって困ってるっていうようなものですね。昨日もオーストラリア人が2人、イギリス人が3人いましたからね。イギリス人女性3人、うん、で、トイックっていうのはリサイクルされるんですよ、問題が。2つのテストがリサイクルされて、こう合体して、それがリサイクルされてることですね。だから、ある A というフォームと B というフォームと、そして新問題ですね。だ3種類が出てくるわけです。で、今回はその3種類とも別のイギリス人女性だったので、3人のイギリス人女性の声が出てきたということです。アメリカ人女性2人いたかな？カナダ人男性は確実に2人いましたね。今の公式問題集とは声が違うからやりにくいとか、新しい人になれたいって。まだ今度新しくまたトイックの過去問が韓国で発売されますので、そちらまあ買うことできるので、それで見てみるといいかもしれないですね。前はね、このトイックの過去問、7回が過去問で、3回が新たな問題だったんですけど、今回10回完全なる過去問です。トイックでは公式問題集って過去問じゃないですからね。みんな過去問とか言ってますから、トイック、日本では過去問は売ってませんので、それ勘違いしないでください。ただね、解説は韓国語ですから、過去語読めないとか、英語がある程度できないとダメですけど、まあこれを使ってのセミナーとかも、実施していこうかなとは考えています。命令文がパート5中に出てきた。パート5って一文しかないんですけど、その一文の中に、命令文って見たことなかったんですよ。いつも主語動詞の形で誰が何々するみたいな形で、この主語がない状況で出てくるっていうのを初めて見たので、主語がないと思って、動詞しかないってなって、なんか焦っちゃいましたね。もう自分でもう主語を見るっていう癖がついちゃってますね。そのパート5で解釈するのにすごい時間かかったので。そしてですね、今回また気になったのが選択肢の偏りですよ。普通はね、トイックって10問あるんですけど、で10問あったら ABCD 全部出てくるんですよ。特に後半のやつ、ね、パート7の、ね、後半の最後のやつって解き終わらないので、みんな塗り絵って言って適当に塗るんですよ。で、その適当に塗った時にやっぱ A が偏るとか B が偏る、 C が偏る、 D が偏るってなっちゃいけないので、絶対に全部出ます。10問のね、うちに最後の列にも、その最後から2番目の列も ABCD が必ず全部出るようにできてるんですけども、ね、今回パート5の一番最初が出てこなかったんですよ。 D が ABCABC のやつだけで、 D が出てこない、おかしいなと思ったら、2列目に D が4つ出てきて、ね、3列目に D が6つ出てきたんですよ。まあこれはなかなかすごいなと思いました。初めてですね、20問中10問が D ですからね。つまり 50% ですよ。こんなの今まで見たことないですね、こんな偏り。ちゃんと4つつながればでもなかったです。普通は3までしかつながらないんですよ、時って。AAABBBCCCDDD みたいな形で。これが4つになることは超稀です。ごく稀ですね。今のところ2回しか見たことないですね。だから D が6つ出てきたけども、4つ重なるのは1個もなかったですね。3つつながるっていうのは結構あるんですけど、ちょっと、びっくりしましたね。こんなことは初めてですね。そうですね、一番問題だなと思ったのは、答えがやっぱ乗りすぎ。これはやっぱちょっと言っとかなきゃいけない。まあ、トイックへの私のメッセージが届くのかわからないですけど、まあ、昔から言われてはいたんですよ。パート5で分かんないと思ったら、パート6に答えが載ってるとか、パート7に答えが載ってるっていうのがあると結構。今回はそれがありすぎじゃないですか。さすがに。出すぎてるっていう印象でしたね。こんなにも答えが載ってていいんですかっていうのが、今回の問題の印象でしたね。パート7なんか言い換え問題あったんですけど、その言い換え問題の答えがもう次の文にあるとかってですね、本当なのこれって思いましたけど、そんなことやっちゃってんですよ。ダメですよ、そんなの。もうちょっと問題作るときに考えないといけないと思いますよ。チェックしてないんですかね。やっぱ75分のテストだから一通り解くとかってやんないんですかね。解いて変えようとかしないんでしょうかね。ここに答え載っちゃってるからこれ変えようとか。で、今回パート5にも答えあった。6にも答えあった。7にも答えあった。あとリスニングにもありましたね。だからめちゃめちゃ答えが多いぞっていう風に、驚きました。さらには某接続詞が正解になったんですけど、全く同じ意味で某接続詞が正解になってましたね。同じ意味の単語です、この2つ。どちらも正解、同じ意味で正解になってるとかでね。いや、こんなの今までやってた。ただね、これ逆を言えばですよ。
公式問題集とかでもそうなんですけど、いろんなところが答えに関わってくるってことですね。いろんなものが答えに出るってことです。だから公式問題集とかその過去問でもいいですけど、やってそこだけ答えのとこだけ見て、答えの根拠とか答えになる部分だけ分かる、ね、これ分かることは大事なんですけど、そこだけ分かるんじゃなくて、きちんと周りに書いてあるものっていうのも、ね、読んで理解しておくとか、分かっておく、この単語とこの単語が相性がいいんだとかって知っておくことっていうのは非常に使えるっていうのは、まあ、ある意味証明ですよね。他のところに答えになるものっていうのが出てくる可能性があるってことですよ。だから分かんないものをちゃんとなくしておけば、それで正解を選ぶことができるっていうことですね。これだけ別のところに答えが書いてあるってことは、やっぱりトイックが聞きたいものっていうのですね、トイック出てくるものとそのトイックが聞きたいことっていうのが被ることが非常に多いんだなっていうのが分かった。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.